一度ここに来たということは、また初めから閲覧したい物語があるということね。いいえ、答えなくていいわ。すべてわかっているもの。これもきっと必要なこと。それじゃあ選択してちょうだい。今度はどちらの運命をたぐるのかしら。すでに別の物語の記録があるようね。その記録を使えば、情報の一部を引き継いでもう一つの物語を始めることができるわ。これで選択はなされたわ。あとは定められた運命が導くままに。お行きなさい。それじゃあね、また物語の中で会いましょう。Thank you.
えろ。この世の中にはヒーローが活躍する物語が溢れている。彼らは様々な事件に遭遇し、強大な敵に立ち向かっていく。仲間たちと力を合わせ、世界を危機から救い出す。だけど、その物語には脇役が存在する。あるいは、登場すらしない人々も。僕はある年齢を過ぎた頃から、自分がヒーローではないことに気がつき始めた。この世界にとって、僕は脇役に過ぎず、物語に登場することもない。でもいつかはヒーローになれる。その時を夢見ている。これは、そんな僕の物語。仕事を始める。おいおい、もちろん標的の名はし、どこのチームにも所属していない。クライアントはエデンを探す。見つけ次第ボッコ。同じアカウントで二度とエデンにログインできないようにさ。悪どいハッカーには俺たち、私たちは、あ、なあ、もうわかっ、まずは空論にいる。はいよ、待ってました。ちゃ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 ーん、俺さ、聞いて驚け。聞き込みで怪しいやつをリアルでもこっちでも、お前がチームに入った。もう一度言うな。お手軽拝見。
この伝言を聞いたらね。何か分かった？上出来だ。警戒され、すぐに奴の居所を知る。30秒ちょう。お前の仕込んだハチドリッチ通信記録から逆探知をかけて、はい、見つけたよ。そのご覧の通り、奴は近い。落ち合って、俺も行こっか。いや、二人で十分。そこで待機してろ。お兄ちゃんがいるか別に心配してるわけ。あとはなんか、お嬢、俺わざわざ言うな。いるの期待してるぜ。私は君の、その男の名は、なぜこんなことを君に。私はエデン、これは一種の人だぜ。本当にやるの？ハッカー、犯罪、その K ってやつもな。あ、お前がハッカーじゃないって。それじゃあ、本気みたいだ。でも俺にも協力させてくれよな。クーロンって知ってるだろ。ハッカーの、そこに闇マーケットって、闇マーケットでは、そこに行けばそのシガってやつの情報が得られるかもしれない。そこの、お前だよ、お前、マーケットは、そんなとこだろうと思ったぜ、おのぼりさんってか。聞きたいことがある。そうだな、何を買うって、ここはデジタルモンスター、その売人である俺に物を尋ねるなら、そんなことも知らないで来たってか。そういや最近、どうせお前も、そい、デジモンキャプチャーっていうの、デジモンプログラムを見つ、キャプチャーは、その後、コンバートで、間違えるなよ。その技術は、でけえチームは、ま、てめえで、そこからかよ。デジタルモンスター、誰が作ったんだか、ハッカーはそいつらをつ、珍しいデジモンは高く、一世代前のハッ、今時そんなめんどくさいことをする奴は、さて、こんだけ押し、お前、
それか。それ長いこと買い手がつかなかった奴らでよ。ま、新米にはお似合いかもな。あんな。そいつにするのか。じゃ、デジモン。はあ、素人が。冷やかしかよ。余裕しゃくしゃくか、こら。ずいぶん、なめ、頭に来たぜ。デジモンも持たずにこんなところまで来た。何の騒ぎだ？見れば、こいつどう見ても片…そいつはどうも。口を挟むんじゃねえ。廃棄品？面白え。はあ？デジモンキャプチャーだ。やるよ、ハッカード。何をビビってやがる。俺たちハッカーがもうここで、このやり方、どうせ何も知らずに紛れ込んだんだ。だがに、どうする。お前と戦いたいと、スキャンもコンバートもしてないプログラムになつかれた。だが、これだ。おい、数を合わせないと始めようぜ。クールに行こうよ。勝負はつい、ハッカーならバトルの勝敗。余計なこと。おい、やめろ。三島、すまないリュウジ。こいつ、俺たちマーケットは構わねえよ。お、お前もだ。今回は手を貸してやった。どんなもんであれしのぎはし、それを手前がってのせい。わかりゃいい。騒がせて悪かったな。お前も来い。いいのか？逃げ。そいつはお前使ってやるよ。これもで、で、なるほど。それでお前はてめえのアカウントを買った。アイソンご立派だと言いたいところだ。エデンは世界でも最先端の技術、つまり違い。お前が
片木のガキが一人でどこで諦めるんだな。実はな、俺はベンリアだ。エデンのハッカーはシガのようなクッ。お前うちに入れてやってもいい。だが俺と組むということ、てめえの面に唾を吐いた奴らと同じ。偉そうに言っちゃいるが、もしそこまでの覚悟、俺たちが。どうする?情報収集はまずまず。行くぞ。安心しな。
うちの新人アカウントをおしゃれ。なん？とぼけるとアカウント。本当に知らん。なんならほら。で。確かに。な。待て。最初の手がかりが外れたか、やつが外れなら、それとも、それもいい。これからはさっき見て、続けるもやめる。少なくとも、試験は5。お前はこれから、店に戻るぞ。エリカの部屋で待っていろ。傷がついただけ。無理、この心の傷は。エリカ、
こいつに部屋に行けと言ったのはお前も許してやれ。この前反対された。それとこれとは関係お、機嫌直った。さすがにお兄ちゃん。つうかうるせえ。もうすシガのアカウントを調べさせ、依頼人からの要望は退場。出たの。あ、シガはそれに負け。でもよ。ああだな。ま、ともかくそれよりさ、新人君の試験。ああ合格。マジでやったな。んじゃあま、あら、俺は今井千歳。龍二とお嬢とは長い。さっき渡したハチドリじゃん。んで、こいつがチーム三島龍二。三島エリカ。もう分かっているの。俺たちチームフーディ。依頼内容は個人からの依頼も引き受けるけど。おいおい教えて。ザクソンってのはリーダーの名前はユーゴ。ユーゴの思想に共感。今じゃその規模は。ザクソンはハッキング能力は。俺たちがザクソンから依頼を受けるのも、俺たちはザクソン。事実俺たちの仲間になったか。その点自分のアカウントを奪ったハッカーを追いか。俺たちの千歳エリカ終わったらザクソンに。リュウジがどこ行ったって。俺このネットカフェ生活費も稼げてアジトにもできて、バイトの女の子も。さてお嬢、板の説明ですよね。若くて可愛い女の子に。さ、こっちだ。おい、どうした。そんじゃま、先輩、慎んで拝聴した。何協力。俺気に入る。おかしいな、俺なりの親しい。じゃあ他のを考える。おん、普通話を戻すぜ。一見何の変哲。板の説明をするから。板ってのは掲示板のこと。チームへの依頼はいろんなやつが掲示板に。依頼は誰が打って。ただしない。どっから頼まれてんの。自分で言うのもな。クラッキング対策とか。お前リュウジにフーディエで依頼を。ん、まあ理由。俺の理由か。そうだ、何を隠そう。え、何その顔。自分さすが。さてと、俺はその間に。
お、その服は俺かい？ねえ、近くに寄ったもんであいつらの様子を見に来た。そうか、エリカちゃんにも挨拶。リュウジにはまたいじ。お前さんも悪さなくなんてな。
こっちは散々し、俺今中野にいるんだ。お前無事だったんだ。何のんきな顔。親友が突然ハッカー大丈夫なのか。それでお前何考えてるの。ハッカーなんてお前からそんな奴らを信用するなんて。なんだよ。まあおでもなんかさ、ケイか、何が目的。犯人につながる情報が。何を驚いてんだよ。いや、それを黙って今度 K から連絡が入ったら。よし、じゃあ俺もう約束忘れんなよな。ようこそ。どうぞお入りください。おや私はクレミ京子。この中野で立ち話もなんだ。したかった。私と出会ったの。あの手のフィールドワークは。あの時は今のよ、今思えば助手というもののよ。そうだ、君は。それは残念。君があのまま死んじ、また違った運命の、はたまた、その場合、いや、ここは単純明快に行こう。そうだな、二人の再会を祝して。高校生の君に高額なほ興味深い事件。もっともそれで腹が膨れる。Thank you.
依頼はどうだ？そしたらさ、お嬢、エデンに俺のマルウェアがいくつか、俺もリュウジもザクソンへってなわけで。ん？心配すんな。お嬢にはもう伝えてあるから。じゃ、よろしくな。詳しいことは。いつからそこに？声が。一応聞くけど、頭痛い。まるでよって千歳が昔から。いろんな特技を持って、依頼が入ってから情報。マルウェアたちは、もちろん。エデンの運営チームはナビット君って、ちゃんと聞いてた。プログラムの話をするときは、うん、楽しいね。プログラムがというか、ネットの設置。君はエデンス。
デジモンを改造しているって言ったでしょ。ここを通過するユーザー、この子みたいに容量の大きなデジモンが。ほら、仕事に戻るな。次行くけど、君、デジモン持ってきている？なら、何？私にしてみれば、だって、どんな組み方されているのかわからない。私は、ロートルってバカにデジモンが見つかって、デジモンキャプチ、今はデジモンバトルが主流だから。私がバトルしないで戦うのは、お兄ちゃんの仕事。君は、うちの、とにかく、
デジタルモンス、ここはデジタル、デジタルワールドについては今はデジ、ここはデ、デジタルワールドに、私は三日、そうね、ここ、この場所からとある運命の交わりを、私じ、さて話はこれくらいにし、いえ君、イレギュラーとはいえしっかり利用し、最後にもう一つ、ハッキングスキルは、でもあなたをここに見て面白いよ、ここはあなた、そちらのプロ、あなたはあのことをいつでも利用してちょうだい、覚えておいて、あなたが進むべき道、その力はきっとあなたの、それじゃこれから行く、不思議な子、時を同じくして回り出し、この事象はおそらく見定めさせてもらうとし、後で君の、でも、彼女が何者か、別に、君の話から推測すると、君が出会った電脳ま、そう考えれば、電脳空間のこのエデンでそんなこと、よく考えれば、ね。あの猫、
してあげて。うん、形はわ。デジモンがで、形が黒をうろうろしていたら、それ。故郷でも逃げ回ってるうちに、き故郷。デジモン。そうですよ。デジタルワールド。うん。世界って。やっぱり形は詳しく。二つの世界きっと形は。あんた。こことは別の世界。あたちはエラーなんてして、ふーん。こんな口頭向け、本当にデジタルワールド、この仮想空間に。確かに自然発生的に、でもまさか、信じてくれ。別にそうは、じゃあ信じるとも言ってないよ。でもそんなんじゃ、でもあたち、私たちに聞かれても。あたち、あたち言っとくけど、行くところがないなら、いいんですか？押し切られた。何見てる？しょうがない。あんなに喜んでる。でもなんだか、あの子叩いてごめん。でもまた、ロック。はいです。わかりした。違う。あいつの正体に。わっちらも同じようなな。あんな小物、どういうことだ。シガのような、そいつを戦う限り、あ、次の依頼は、話が早うでよろしゅう。やり方はとはザクソンを怒らす。おおおいお、お前おや、誰かと思うた。あんたは、いや、よく俺たちの前に顔が出せたな。よせよ、リュウジ。今さら詫びでも入れに来たのか。またそれかよ。なんだと。よせって。続けて構いまへんえ。解散したとはいえ、ほな例の件。ザクソンか。なあ、最近の奴らは、俺たちの時は、こう。黙れ。お前にはかん。リュウジ！逃げ出したか。ま、その通りだよな。待てって、リュウ！あんな言い方ないだろ。ま、仕方ねえけど。お嬢の前ではそんな顔すんなよな。あ、今の俺たちは。少し頭を、うん、じゃあさ、俺だ。ああ、俺たちはも言ってくれるぜ。なあ、お前知らんか。あそこはな、俺の知り合いの友達が全てクラッシュした。そういえば、俺もお祓い行けよ。どこもバラバラにしてない。あ
何か妙ね。この部屋に妙な噂が。ああ、あっそいつらに。私よく見ていればね。え、エリカ。ネットの検索方法を教えてあげる。はーい、エリカは私のデジモンだもんね。それデジモンってこの子たちは仮に消滅しても自身の複製をデジタルワールドにプログラム。いいですか。解析。やったね、あのデジね。ずいぶん頼む。その通り。なぜ知っているか。私はクーロンです。それにフーディエは、ハッカーの君のために忠告しよう。所詮彼らも私のことも話さないよ。君が何を言われ、私が誰か。次のターゲットの情報を、ターゲットの名、アカウント狩りで闇に流れた個人情報、奴の元にはあらゆる、you